わかってるよ。あんなの。
違って他人の力に頼って勝利をつかむような卑怯者ではない。真に強い男なのだ。お前が望むなら俺がお前を鍛え直し部下にしてやってもいいが。断れ。そうか、なら残りのアイコンを全て渡して消えろ。それも断れ。お前なんかに渡してたまるか。そんな攻撃じゃ俺にはかすり傷一つつけられるぞ。あったら来た。パンチってのはなこうやって打つんだよ。お前は下がってろ。いや、俺がやる。そんなダメージで何ができる。邪魔をするなら容赦はしねえぞ。それはこっちのセリフだ。お前と遊んでやりたいんだ。今はこのアイコンを奪われるわけにはいかない。こしゃくな皆さん。あいつめ、次は絶対負けないからな。でもあいつの言ってたことも一理あるかも。俺が今までガンマに勝てたのは英雄のアイコンがあったから。俺自身が強かったわけじゃない。確かにお前は弱いな。許せ。弱いというかまだお前はゴーストとして半人前ってことだよ。だけどそれは誰でも同じこと。過去の英雄たちだって最初から英雄だったわけじゃない。負け惜しみ、悔しい思いをして大事なことに気づきながら成功をつかんだんだ。大事なことって？それは自分で考えな。やっぱりね。仮面ライダーゴーストに移る。ガンマ、お前が持つ英雄アイコンを今すぐに持ってこい。さもなくばこの会場にいる子供たちは全員俺たちガンマの餌食となる。わかったな。みんな、みんなのことは必ず守る。そしてあのガンマの攻撃も必ず見切ってみせる。時間はないけど修行だ。ゴースト！って言ったらタイガーだからね。行くよ。ゴースト！
戦闘員たち、これがゴーストから奪った英雄の魂が宿っているアイコンだ。今はまだ一つだが、まだ残りのアイコンも手に入るだろう。まずはこれをある男に届けてほしい。今ならゴーストが奪い返しに来ることはない。なんてったってこの俺が奴のプライドをズタズタに引き裂いてやったからな。頼んだぞ。これは何という名誉。ガンマ怪人様より受けたまわった最高の任務。我々は何としてもこのアイコンをある男へ無事に届けなければならない。この任務をパーフェクトに成功するために、お前たちがこの任務にふさわしいかどうかテストをしたいと思う。じゃない。テストって何すか。ゴーストが奪い返しに来ないと分かっていても万が一という場合もある。その時のためにお前たちの戦闘能力を確かめておかねばなら。だからじゃない。ここに並べ。それではこれよりガンマ戦闘員の戦闘訓練を始める。まずは戦闘員2号お前からだ。返事は発射と。くっさいな。文句言ったか。なんでもありません。それでは行くぞ。戦闘訓練始め。避けて避けて、ジャンプで避けて、しゃがんで避けて、最後真剣白羽取り。ほい。おお、なかなかやるではないか。あ、はい、拍手。では次はお前だ。いいね、いいね、いい返事だね。それでは行くぞ。戦闘訓練走れ。避けて避けて、ジャンプで避けて、しゃがんで避けて、最後は真剣白羽取り。おお、お前もやるではないか。アクション。よし、では真打ち登場。私が最後にこれぞ真剣白羽取りというものをお見せしよう。それでは行くぞ。戦闘訓練始め。避けて避けて、ジャンプしゃがんで、最後は真剣白羽取り。リーダー、お前たち、このアイコンを頼む。かっこいい。よし、任務開始だ。行くぞ。ああ、おい、あー、ガンマ見つけた。なんだお前は。ゴーストから奪ったアイコン、ただの人間が俺たちガンマに盾つこうというのか。そうよ。奪えるものなら奪ってみろ。どうで返しなさい。もう返してよ。みんな、これだ。
アイコンを奪われたとあってはガンマの恥。お遊びはここまで。そのアイコンをよこせ。わかった。
ラリン、 あの貧弱だったゴーストが 英雄の力もなしに、 お前の攻撃はもう通用しない。 みんなのことは俺が守る。 生意気な口。 会場の子供たちに言うべきだ。え？お前のために無茶を承知でガンマからアイコンを取り戻したんだからな。そうだったな。みんな、お姉さん、ありがとう。今日は心配かけちゃったけど、みんなの命を燃やした応援が俺を奮い立たせてくれたんだ。みんながいてくれることをしっかりと俺の魂に刻んで頑張るから。